どうもこんばんは。今日はですね、昨日のことを生かしてアプリを教えていただいたんで入れました。天気予報ですね。山に行くのに見ないっていうのはね、まあ本当に常識がないというか、そういうところなんで、もう昨日で学んだんで、これから天気予報をしっかり見ようと思います。今日もね、ほぼ雨です。湿度がこれ最高、すごい 94%。 住み方がやっぱ大胆ですよね。トラックもね、この辺りなんですけどね、ボルダリングジムが本当あるのは、あるはずだったよ。ありました、ボルダリングジム。ダバーン、全然やってますかね。あ、やってるやってる。お、ありました、ここです。ここですね、ボルダリングジム。これ本当は持ってるんでね、買うのもなんなんで。以前ですね、クライマー、世界的クライマーのですね、山野井さんのビデオを見て、やっぱりクライミングの方もしないといけないなと思ったんですけどね、今日やってみて全然でした。で、本日の一本ですね、なんですけど、こちらですね、ボーソレイユのメガネ、フランスです。で、スクエアの普通の形なので、大変扱いやすいメガネだと思います。ね、こちら香港島はですね、こうやって階段が多くてですね、ほんと山の上とか行かなくても、ここ何往復するだけですぐトレーニングになると思います。なので、香港島ですね、トレーニングするんだったらすぐ香港島に、住むことをお勧めしますね。ちょっと行けばほんとすぐ、ほんとに誰もいない山になりますね。おすすめです、香港島。多分毎日何往復かしたら本当にいいトレーニングですね。